ジェリー・オコンネルはアメリカ合衆国ニューヨーク市出身の俳優である。ジェリー・オコネルとも表記される。弟のチャーリー・オコンネルも俳優。父方がアイルランド系、母方がポーランド系。母方の祖父はニュージャージー州ジャージーシティの元市長。10歳でスカウトされて CM に出るようになり、11歳でスタンドバイミーに出演。 その後一旦学業に戻り、1991年から1994年までニューヨーク大学で学び、卒業後に俳優業を再開した。学生時代はフェンシングの選手だった。スタンドバイミーでは太めで少々鈍い男の子を演じていたが、ブルーワーカーを始めた結果、現在はかなり痩せていて筋肉質な体型である。2004年には映画、 ホワイトプリンセスで脚本とプロデュースを手掛けた。2007年7月14日に女優のレベッカ・ローミンと結婚した。2008年12月に双子の女の子が誕生。モリー・ローブル、HE ・マイト・ BE ・オン・テレビジョン、バッ d ドント・ BE、インティミデイテッド、HE ・オール・ソーエント・ツー・ NYU。 コロンビアスペクテーター、http コロンスラッシュスラッシュ www.columbiaspector.com t スラッシュノードスラッシュ27795レベッカローミンとジェリーオコンネル結婚。シネマトゥデイ。 http://www.cinematode.jp スラッシュページスラッシュ n00110082012 年11月26日閲覧。ウルリカワイルボーグレベッカローミンウェッツジェリオコーネル people,http コロンスラッシュスラッシュ www.people.com スラッシュ people スラッシュ article スラッシュ例 2004633600html ハットローデイディオマリーザレベッカローミンウェルコムズツインガールズベイビーズレベッカローミン p e o p l e c o m 二千十年三月十四日閲覧アグリーベティのレベッカローミンに 双子の女児誕生。シネマトゥデイ。http コロンスラッシュスラッシュ w w w c i n e m a t o d a y j p スラッシュページスラッシュ n00164682012 年11月26日閲覧。アクスン、オリジナルドラマ、セレブ探偵、カーター。www.axn.co.jp 2020年10月3日閲覧、ありがとうございます。